私はパニコ、36歳。家事をしながらパートをこなす主婦です。会社経営の父、パニオからもらった家で、夫のハルトと娘のパニミと3人で暮らしています。もうすぐ小学生になるパニミに一人部屋が必要だろうと、父が倉庫代わりに使っていた古い家をくれたのよ。しかも、引っ越す前にリフォームしようと言ってくれて、お金まで出してくれてね。本当にありがたかったな。父のその持ち家にみんなで行って、どこをリフォームしようか話した時のこと。今よりも台所は広くした方がいいね。パニミが大きくなったら一緒に台所に立って料理したいだろうし。うん、そうしてもらえたらありがたい。パニミの部屋は2階の日当たりがいい部屋にしようか。ええ、ハルトの書斎もあった方がいいよね。家で仕事することもあるし。うん、お父さんお母さん本当に何から何までありがとうございます。いいってことよね、お父さん。そうそう、パニコもハルト君もパニミも俺たちの家族なんだから。まもなくリフォームが終わり、私たちは引っ越して平和に暮らしていたんですが、その直後に義父がなんと病気で急逝。義父と一緒に義実家に住んでいた義母が一人で暮らすのは不安だから、私たちと同居したいと言ってきたんです。その頃、年に数回しか会うことはなかったものの、私は義母とそれなりに仲良くやっていました。同居するとなると、言い合いしたり衝突したりすることはあるかもしれないけど、それは仲のいい家庭でも起こっていること。そういう時は話し合って解決すればなんとかなるだろうし、一人ぼっちじゃ寂しいだろうと思ってね、同居することになったんです。実際、同居して最初の頃は問題なく暮らしていました。私がご近所さんとお茶やウォーキングしに行く義母に玄関で行ってらっしゃいと声をかけると、義母も行ってきますと普通に返してくれていたしね。ただそのうち義母はあまり出かけなくなり、私に対する態度がどんどん悪くなっていったんです。始まりはハルトが1ヶ月間の出張に出かけたばかりのとある午前中でした。その日、私が洗濯物を干している時のこと。ねえ、パニコさん。お母さん、何でしょう。今日はお出かけされないんですか？あ？出かけなかったらダメってこと？え？あ、いや、そういうわけでは。私が家にいたら目障りだから、どこかに行けっていうのね。え、いや、そうじゃなく。それより、リビングの隅に髪の毛が落ちていたわよ。私、ああいうの気になるの。ちゃんと掃除してちょうだい。はあ。それ以来義母は味噌汁がしょっぱいだの、洗濯物の畳み方が下手だの、私がやった家事についてネチネチ文句を言うようになったんです。野菜の切り方が不揃いだの、階段に落ち葉が落ちてるだの、埃が飛んでるだの、家の中に虫がいるだの、もうね、キリがないのよ。義母は困り果てる私を見て満足そうにニヤニヤしていました。これいわゆる嫁いびり？ちなみに家事はほとんど私がパートしながらやっていました。一日中家でテレビを見ているか、部屋で動画を見ているかしている義母は、少しも手伝わないのに文句ばかり。家事についていろいろ言われるのは、精神的に結構しんどかったです。ただ、うちの両親がたまに家に来た時は、全然そんな素振りを見せないのよ。こんにちは。パニッコ、これ、お土産のプリンだよ。みんなで食べよう。わーい、ありがとう。まあまあ、いつもありがとうございます。よかったわね、パニコさん。にぎやかで楽しいわね。さ、私お茶の準備するから、ゆっくりお話ししてなさいよ。え、はい。普段自分でお茶なんて入れないどころか、私のために何かしてくれたことなんてないのに。おそらく義母はこの家が父のものだから、うちの両親に嫌われたら家を追い出されると思い、猫をかぶってるんでしょうね。当然ハルトには義母のことを相談していたけどね。うちの両親が来た日の夜も、私は出張中のハルトに電話をかけて昼間あったことを話しました。ごめんな、パニコ。やっぱり俺が出張先からそっちに帰って
母さんを家から出て行かせるよ。もうこれ以上パニコに迷惑かけられないし。いやー、土日急に仕事で呼び出されることとかだってあるんでしょ。ハルトの職場に迷惑がかかるようなことをしたら申し訳ないし、それにパニミがお母さんに懐いてるからさ。義母の方も孫のパニミが大好きで随分と可愛がっていました。それなのに私が義母を追い出したらパニミは悲しむよね。そう思うと義母を簡単に家から追い出すこともできないのでした。おばあちゃん、この間パニミに可愛いキーホルダーを買ってくれたお礼だよ。おばあちゃんの似顔絵を描いたの。ありがとう。まあ油絵上手に描けたね。パニミは将来画家さんかな。うんうん、将来は最高裁判所裁判官になるの。そのためにはまず司法試験に合格しなくちゃ。その後は裁判官になって判事補として働くの。へえ、パニミはまだ6歳なのに難しいことを知ってるんだね。そうだパニミ、おばあちゃんと明日お寿司屋さんに行こうか。え、お寿司？この間初めて年金をもらったしね。パニミの小学校の入学祝いに高級なお寿司屋さんに行きましょう。パパが出張から帰ってきたらパパも交えて外食ね。先におばあちゃんと2人でお寿司を。2人？ねえママは？え？おばあちゃんパニミにはすごく優しいけど最近ママには冷たいね。そんなことないわよ。義母は最初パニミの前でも同じように猫をかぶっていたんですが、近頃ボロが出始めているのかパニミの前でも私にネチネチと嫌味を言ってくるのでした。絶対ママも一緒じゃなきゃ嫌よ。じゃないとパニミは行かない。仕方ない。じゃあママも一緒に3人で行きましょう。やったー、ママお寿司久しぶりだね。あーうん、そうね。翌日の夜、私とパニミは義母が予約した高級寿司屋に行きました。さあパニミ、今日は好きなものを食べて。うん、やったねママ。うわー、お品書きに書いてあるものどれも値段高っ。パニミがどうしてもママも一緒じゃなきゃ嫌って言うから来たけど、なんか気まず。お母さんすみません、ごちそうになっちゃって。は？何を勘違いしているの？パニコさんの分は私支払わないわよ。え？やっぱりそうだろうと思った。私は自分の分を支払うのね。念のため銀行からお金を下ろしておいてきてよかった。怒るわけないじゃないの。あなた私の家族じゃないでしょ。はい？孫は身内だけど嫁は他人でしょ。家族じゃない人のご飯代を支払う義理はないわ。一人で勝手に食べて勝手に支払いなさい。そうですか。私は家族だと思ったから父の家に義母が同居することも快く OK したというのに、その瞬間心に溜まっていた義母に対するイライラが一気に溢れ出そうになりました。こいつふざけんなよと私が握った拳をプルプル言わせていると、横に座っていたパニミが私の拳に自分の手を置いたの。パニミはおばあちゃんの大事な孫だから何でも好きなものを食べなさいね。でもパニコさんは違うでしょ。パニコさんは自分の財布と相談して勝手に一人で食べてなさい。その時でした。じゃあ帰ります。え？おばあちゃんにとってママは他人なんだ。それならパニミにとっておばあちゃんは他人だよ。だってパニミはママの娘だもん。行こうママ。パニミ？パニミは立ち上がると私の手を握りました。そしてパニミに手を引かれるまま私はお寿司屋さんを出たんですが、ちょっとお待ちなさい。義母も私たちを追って外に出てきました。
パニミ、あのね、パニミはおばあちゃんの家族なのよ。小さいからまだわからないかもしれないけど、パニミとおばあちゃんは遺伝子でつながってて、でもおばあちゃんとパニコさんはつながりがない赤の他人で。そんなのわかるわよ。オーストリアの牧師だったグレゴール・ヨハン・メンデルが重要な遺伝の法則を発見したことから、遺伝現象の研究が近代科学として成立したってこともね。メンデル？まあまあ、スマホ貸してくれる？パニミがおばあちゃんを他人だって思っていることについて他の人にも意見をもらわないと。意見って？なんかパニミが義母を懲らしめてくれる予感がして面白そう。ということで私はパニミにスマホを渡したんです。そして、もしもし、どうしたパニコ？ハルトの声が聞こえてきました。パニミはハルトに電話をつないでスピーカー設定にしたみたいね。あ、パパ？あれ、パニミか。どうした？あのね、おばあちゃんがお寿司屋さんでママのことを。と、パニミがさっき会ったことを話すと。は？パニコを他人扱いした？もうママも限界みたい。おばあちゃんのママに対するひどい態度、最近は目に余るものがあるわ。ママは何も悪いことしてないのに。パニミ、そういうひん曲がった思考を持った人理解不能なんだけど、こんな人パニミの家族じゃないと思うんだ。パパはどう思う？うん、パパもママをいびるようなやつは家族だと思えないよ。ちょ、ハルトまで何よ。母さん聞いてるのか？あのな、パニミが母さんのこと慕ってるから母さんのことを追い出すのもどうかと思っていたけど、パニミがそう言うんなら母さんを家に置いておく理由はもう何もない。母さん、家から出ていけ。じゃあ、追い出すなんて、私どこで暮らせば。知るか、俺はあんたと縁を切る。そんな。パパ、ご意見どうもありがとう。お仕事で忙しいのにごめんね。それじゃあまた。そう言ってパニミは電話を切りました。こんなの納得いかないわ。あの子は私がお腹を痛めて産んだ子なのよ。親子の縁なんて簡単に切られたらたまったもんじゃないもの。あっそ、じゃあ今度はそれについて別の人たちのご意見をいただきましょう。そこで再びパニミがスマホを操作したんですが、あ、もしもし、おばあちゃん？おや、パニミじゃないかい。どうしたんだい？おじいちゃん近くにいる？いるならスピーカー設定にして二人に聞いてほしくて。ああ、ちょっと待って。お父さん、パニミが私たちに話があるって。パニミが？どうしたんだ？あ、おじいちゃん、あのね、さっきパパ方のおばあちゃんとママと一緒にお寿司屋さんに行ったんだけど。パニミはさっきハルトにしたのと同様に両親に話しました。あ？なんだって？そんなことかな。両親は静かにそう言ったけど、その声を聞いてブチ切れていることが伺えました。それで簡単に縁を切られたらたまったもんじゃないっておばあちゃんが言うのよ。ねえ、二人ともどう思う？腹を痛めて産んだ子だからって自分の思い通りにしていいと思ってるのがおかがましいね。自分が産みたくて産んだ子なんだろ。子供が独り立ちするまでしっかり育てて、あとは見守り支える、それが親の務めだ。縁を切りたいと言われたら切るしかないだろ。それだけのことをハルトさんのお母さんはしたわけなんだしね。だな。それから当然俺の家から出て行ってもらうからな。それはご勘弁を。おや、私たちの声が聞こえてるのかい？うん、聞こえてるよ。おい、てめえ。ふざけたこと抜かしてるとコッパみじんにしちまうよ。ひどいけ。うちの娘をいびるようなやつ、あの家に住まわせるわけにはいかねえな。今夜中荷物をまとめて出ていけ。わかったな。ちょっと待ってください。それだけはご勘弁を。私実は借金があるんです。え？借金？そう、でもそれは私たちには何の関係もないもの。そうね、パニミの言う通りだわ。その夜、義母は自分の荷物をまとめ泣きながら我が家を去っていったのでした。借金はどうやら隠れてやっていたギャンブルらしいわ。
それからは近所の公園の隅に段ボールハウスを作って寝泊まりしながらパートを掛け持ちして借金を返済しつつ暮らしているみたい。何度かうちにもう許して外で寝泊まりが辛いと泣きながらやってきたんですが、警察を呼んで追い払ってるうちに諦めたのか、そのうち来なくなりました。生涯心身をボロボロにしながら孤独な毎日を送っていくんでしょうね。まあ自業自得以外の何者でもないんですけど。さて一方の私はというと、出張から春とも帰ってきてパニミと3人で幸せに暮らしています。この間ね、自宅でうちの両親も一緒にパニミの入学祝いを盛大にやったんですけど、パニカーが持ってきてくれたこの卵焼き、すっごく美味しい。そりゃよかったよ。食べたくなったらいつでもいいな。いっぱい作って持ってくるからさ。ママの作った唐揚げも美味しいよ、サクサク。ほんとだな、全部美味しくて箸が止まらないよ。サラダはパニミも盛り付けを手伝ってくれたんだよ。ああ、さすがパニミ、彩りもバッチリだ。色相感を参考に器も選んだんだ。色相感はアルバート・マーセルが作ったんだよね。アメリカの画家さんだよ。パニミは相変わらず難しいことを知ってるんだね。賢い孫がいて鼻が高えぜ。パニミが元気に伸び伸び育ってくれて、私は母として心から幸せよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。